グングヌム、グングヌム、ガングナム、在位。前1932年前1906年は、南部メソポタミアの都市国からアルサの王。伝統的なラルサ王名表によると、彼は、ラルサの、第五代王であり、彼自身の非文に売れはの息子かつ、前王の兄弟である。彼の名前は、アムルモであり、保護、防御、庇護などを意味する、グングンという単語から来ている。 あまり重要性を持たない都市であった、ラルサ氏は、グングヌム地政下に、ウル第三王朝崩壊、前2002年後の南部メソポタミアで、支配的な力を持った、維新氏に対する、力強い挑戦者とな。グングヌムの二十七年間の地政はまた、彼以前の王たちに比べはるかに記録が残されており、彼の地政中の完全な年代順の都市名のリスト、及び四つの王秘分を参照することができる。 これは彼以前の時代の都市名についての記録がほぼ欠如していることとは対照的であり、このことによって彼の知性はだるさと周辺地域の歴史を理解するという意味において分水嶺となっている。ぐんぐぬむは維新の王立妃と一たる及びと同時代の人物である。前1932年にぐんぐぬむが彼の兄弟ザバイア、ザバヤから王位を継承したとき、 ダルサはメソポタミアの政治世界において小さな勢力に過ぎないと見られていた。しかし、グングヌムがこの地方に政治的な足跡を残すまで長い時間はかからなかった。グングヌムのトシナは地政初期におけるエラムに対する二度の軍事遠征を記録している。最初の遠征は彼の地政第三年に行われ、エラムの一地方であるを攻撃し破壊した。この地方は北は 南部、フーゼスターンから南はブーシェフルに至るペルシア湾の海岸地域に一致していたあろう。グングヌムはこの勝利に続き別の遠征を地政第5年に実施した。この時はエラム最大の都市の一つであり最も重要な都市の一つであったアンシャンを攻撃して破壊した。この出兵はグングヌムに莫大な富と偉大な政治的威信をもたらしたに違いない。そうでなければ 何が彼をこれらの東方のエラムへの遠征に借り立てたのか説明不能である。一つの可能性は、アンシャンが45年前に維新王の娘とアンシャンの支配者が結婚することで、結ばれたことが知られているアンシャンと維新の同盟を維持していた可能性である。この想定が事実である場合、グングヌムのエラム遠征は維新の地域的派遣に挑戦する前にラルサの 東側面の安全を確保するための成功した試みであったと理解することができる。グングヌムの2回のエラムに対する遠征に続く時代は比較的穏やかであったように思われる。彼のその後の4年間の年名は新しい大祭司の任命やラルサ氏の都市神宇都神の聖域への巨大な銅像の設置など都市神宇都のための活動に捧げられている。 維新との戦いにおけるグングヌムの最初の大きな成功は彼がかつてのウル第三王朝のトウルを征服したことである。この都市は前2002年にエラムからの侵略によって落城した直後か維新王国の一部として支配下にあった。グングヌムによるウルシ征服を直接記録している資料は見つかっていないが、ウルで発見された文書にある都市名はこの都市の支配が 維新のテララルサに移ったことを明確に示しており、維新オ折リピトイシュタルの進化たちが、突然グングヌムの進化たちに道を譲っている。グングヌムガウルを制圧した、正確な年を確定することはできないが、これまで発見されたグングヌムの年だが、それは、彼の知世代七年か知世代十年、つまり、九1926年か九1923年のことであることを示している。 また、グングヌムの知世第10年からはトシナがウルに直接言及するようになり、知世第10年から知世第14年の間のすべてのトシナ、ウル氏の守護神、ナンナの神殿での二つのスタンダードの設置や、ナンナ人に対する、おそらくはグングヌム自身の像の奉納など、ウル氏で行われている宗教活動に関連している。これらから、ウル氏が完全にグングヌムによって確保されていたことに、 疑問の余地はなく、彼は、ウルの主要な神々やその神官と交換との関係を発展させることを通じて、自らの権力を固め努力を続けていた。ウル氏の征服は、維新とナルサの間のパワーバランスに重大な影響を及ぼしたに違いない。このイニシエの党を支配していることは、維新がウル第三王朝の政党の後継者であることのイデオギー的な基礎であり、 同時に南にある、ウルシの立地によって、この都市は、ペルシア湾を横断する、交易網につながる交易と経済の中心地となっていた。また、この都市を支配するという名誉を得たことは、グングヌムと、彼の支配する王国にとって、偉大な勝利であったが、にもかかわらず彼は、ウルの既存の組織、これらの多くが、 一心をリピトイシュタルによって任命された人々によって運営されていたにもかかわらずの一貫性を尊重したように思われる。このことは、グングヌムの治世第13年の年名によって証明されている。この年のトシナはの神殿の女大祭司、はい、プリースタスとして、一心をリピトイシュタルの娘で以前からその地位にあった、エンニンスンジ、エンニンスンジを任命したことを記録していい。 加えて、リピトイシュタルの前のイシをイシュメダガンの娘で、何らの女大祭司エニアナツマ、エナナツマが、ウルの宗教的権威として、グングヌム地政下に、ウル氏に残留しおり、彼女は、グングヌムに対しいくつかの宗教的建造物を、捧げさえしている。ウル氏がラルサの宗主権下に入った時期以降のイシと、ラルサの間の軍事衝突についてのさらなる記録がある。これには、 微信王リッピとタルと彼の将軍、ナンナキアグ、ナンナクガの間で、やり取りされたとされる二通の文学的手紙があり。この中で、ナンナキアグは、グングヌムと、彼の軍勢が、複数の水路がその脅威にさらされているとして、その進軍を阻むために、リッピとタル王からの増援を要請している。これらの手紙が、実際の出来事を記述しているならば、それは、ぐんぐぬと、 リピトイシュタルの両方が大いにあった時のより高い次元の争いを証明している。前1924年にリピトイシュタルが死んだ後、リピトイシュタルの後継者、ウルニヌルタの即位後に、グングヌムがこの神王がウルのニンガルの神殿への供物を送ることを許可した二つの事例が知られているように、時折緊張緩和の瞬間があったようだが、 維新とラルサの間の敵対的な関係はそのまま残った。同じ頃に統治者を変えたと思われるもう一つの地域は、維新の南東をわずか2 0トルに位置するそこそこの大きさの都市である。この都市は、ウル第三王朝の終焉以来、おそらく維新の領土の一部であったであろう。しかしながら、維新支配の長い期間の間、日文や日付のある文書は発見されておらず、 これまでのところキスだから発掘された日付を持つ最古の文書はグングヌムの治世代10年、つまり前1923年のものである。これはほぼ確実にグングヌムがこの年にはキスラ氏を保持してたことを意味するが、この年がグングヌムがキスラを占領した最初の年であるか、または占領がそれよりも前の時点ですでに行われていたのか、どうかを判定することはできない。 いずれにしてもキス・ラは、ラルサの支配下には長く止まることはなかった。この都市で発見された次の都市名は、維新王ウルニ・ヌルタの知世第4年、前1921年に属するものであり、これは、ウルニ・ヌルタの反撃によって、キス・ラ氏が彼の手元に戻ったことを意味するに違いない。キス・ラの喪失の後、グングヌムの知世は、平穏な段階に入ったようであり、 少なくとも彼の地世代十三年から地世十八年の都名はもっぱら宗教的行事と考え用水路及び神殿の建設にのみ関係している。これらには地世代十六年のラルサシノイナンナの神殿の建設と地世代十八年のカタラシノルガルキズナガミのための神殿の建設が含まれる。グ,ングヌムの地世第十九年、全1914年の都名によれば、 グングヌムワの軍勢を撃破し、アン、シン、エンリル神、ナンナ人の命により、この二つの言説の正確な意味を判断するのは困難であるが、マルグイムガとティグリスガーとティアラ川の合流点よりも北のティグリスガ市のどこかに位置していたことから、マルグイムに対する勝利は、ティグリスガ沿いに行われたグングヌムの北方衛星の実施を明確に示している。この地域は、 維新市の北東に位置し、ぐんぐぬむがここへ侵入したことは、ラルサが今やこれまで以上に北方まで達する軍事的勢力を持っていたことがわかる。アン、エンリル、ナンナに言及する同年の都市は、ぐんぐぬむ統治下でのラルサの拡張のさらなる証拠である。これらの神々は名目としてはそれぞれウルク、ニップル、ウルの神である。 この時点でウングヌムのウルでの権威はすでによく確立されていたが、他の二つの都市神への言及は、彼がさらに、ウルク氏とニップル氏の権力を握った可能性があることを示している。ウルクの場合、ダルサのたった2 5トル北東に位置し、かつて、維新によって、リッピト・イシュタルの時代まで保持されていたことが知られている。だが、リピト・イシュタルの死後、ウルク氏の政治的地位は、 非常に不明瞭なものとなり、そしてグングヌムがこの都市を支配下に置くことができた可能性は明確に存在する。このようなシナリオは、ウンムアル・ワウィア、ムアル・ワウィアと呼ばれる土地で、グングヌムの名前が刻まれたレンガが発見されたことで、さらにあり得るものとなっている。ウンムアル・ワウィアは、ウルクのすぐ近くに位置しており、古代のデュルム、デューラムの町である可能性がある。グングヌムが、 ウルクの目と鼻の先まで手を伸ばしているということは、彼がウルク氏自体も支配していたという可能性をさらに高めている。一方で、ニップル氏は維新氏の北 30km に位置し、メソポタミアの聖地として名高い都市であった。ここには、シュメール神話とアッガド神話における最高神、嵐の神、エンリルの神殿があった。このことにより、 ニップル氏の支配者はこの都市の統治をすることによって重要な政治的威信を帯びエンリルの親権を持つという認識を得ることによシュメールとアッカドの王という称号を主張することができた。この称号は南部メソポタミア全体の支配権をほのめかすものであった。このニップル氏の思想的重要性はこの都市の支配をグングヌムにとって魅力的な栄誉としたであろうし、事実彼が この聖なる都市を最終的に威信から奪い取り、自らの領域に組み込むことに成功したことを指摘する重要な証拠がある。年名上におけるエンリル神への言及とは別に、グングヌムが丸食い虫を撃破してからわずかに年後に作成した碑文において、彼はシュメールとアッカドの王という称号を用いている。それ以前はウルの王という限定的な称号のみ使用していた。 同時に、同じ時期の二つの都市名は、ニップル市付近に仮設された一連の建築活動に、言及する。最後に、ニップル市を調査した、考古学者たちは、軍ググヌ部によって作成された、ウルの守護を記述した、サンビカのコピーを発掘しており、奉納品を捧げる行列を、エンリルの神殿へと先導している。エンリル神の聖域における、このラルサからもたらされた、サンビカの写本の存在は、 ニップルの聖職部門がその宗教的規範を受け入れたことを示唆している。これは、グングヌムがこの都市を揺り動かしていた時代のことであった可能性が最も高い。これらの証拠はすべて、グングヌムが少なくとも、地政第十九年以降ニップル氏を支配していたことを、ほぼ確実なものとしているが、この聖地に対するラルサの支配が、それほど長く続いていなことも、 同様に明らかである。このことは、威信王ウルニヌルタのものである二つのトシナによって明らかである。このトシナは、ウルニヌルタが彼の手から失われたニップル氏を脱回する子に成功したことを強く示している。彼が、どの外国勢力からニップルを脱回したのかについては記録されていないが、それが、ラルサ以外の国である、可能性は、ほぼない。しかしながら、 現存するウルニヌルタの年代順年名リストは不完全であり、維新によるニップル氏の脱会がグングヌムの生前の出来事であるのか、あるいは前1906年の彼の死以降の出来事であうるのか確定することは不可能である。マルグイムに対する勝利に続くグングヌムの都市名は、ラルサ領内における防御施設網の改良に焦点が当てられており、 当地の安定強化の時期であることを示唆している。地世、第20年、グングヌムは、ウルで、新しい大諮問を建設し、翌年には、ダルサ市自体の周囲に、巨大な防御壁を完成させた。彼はこの業績を、シュメールとアッカドの王という称号を記載し、王妃文上で共に記念している。最後に、地世、第22年と、第23年の都市名は要塞化された都市ぐヌム。 ダンハムの建設活動、イシャルトゥム運ンガの掘削、そしてカゲスティンアナ、ガジェスティンアナの意外な壁の完成に言及している。これらはおそらくニップル氏の近郊に位置していた。さらに、グングヌムはこの頃また、キスラ氏の奪回にも成功したようであり、彼の知性、第23年の都市名を持つ文書がこの都市から発見されている。この時、キスラ氏が、 どの程度の期間、ラルサの支配下に残っていたかは、不明であるが、少し後のこの都市の文書には、グングヌムの死に言及する未確認の都市名が、使用されている。このことは、キスラ市の地方行政がラルサに、直接的に従属していたのか、あるいは、前1900年頃のある時点で成立した、地方王朝によって引き継がれたのかどうかに関わらず、 グングヌムその人が、知性の最後の瞬間までキス、らしの地方政府の基準であったことを示している。グングヌム知性の最後の5年間の年名はすべて、宗教活動と考え作業の問題に関わるものである。この期間に年老いた、グングヌム王は、ラルサ死にのための神殿を建設し、ウルノナンナ神殿のための銀製像を作り、さらに、近郊のバウヘガル、BAHG、 リットル運河を屈削した。グングヌムは、こうして、比較的小国であったラルサオイシンの発見を、最終的に、法地域的勢力へと変えた後、平和的な記録で、彼の知性を締めくくっているように思われる。グングヌムが死ぬと、ラルサオー岩によって継承された。グングヌムと、彼の詳しい関係は、利用可能な資料によって、家族関係を知ることができないため、現在のところ不明である。 とはいえ、王位継承は秩序だっており、数多くの帝心が新しい王の下で元の地位にとどまり、中断することなく、奉仕を続けていたという事実が示すように混乱もなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。